はい、どうも、つよぽんさんです。はい、今回も行ってみましょう。そう、迷って終わったんだよね、前回ね。またちょっとうろついてみます。ちょっと気になったところが、ここじゃない、ここ見れんのかな。見れはしねえのか。あれ、こっち来たっけ。なんもねえな。よし、進もう。ほっほほー。お。持つ。開ける。あ、なるほどね。ここにあんのか。おお、びっくりした。おお、びっくりした。おお、びっくりした。おお。めっちゃ襲いかかってきたやん。やっほー。あ、ちゃ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 。どうも、ありがとう。今週もよろしく。くそ、脅かしやがって。今の何？大丈夫？多分クマかトラって感じかな。うわ、ちっちゃな赤ちゃんイタチじゃない。赤ちゃん？平気だよ、お前も大人になれる。暖かい我が家だぜ。これのどこがあったかいって言うんだよ。ああ、本当中に入れてよかった。寒いけど外よりはマシ。火を起こしてくるよ。全然変わってないな。誰も来てないしな。警察が出入りしてたでしょ。最近は落ち着いたんだよね。ああ、やあ、みんな元気か。やっほー。よう。まあ、くつろいでくれよ。ああ、そうする。ああ、うん、入れよ。荷物置いて好き勝手やりな。どうせ言われなくてもやり放題だろ。おい、いきなりなんだよ。おお、警告。俺の彼女に手を出すなよ。おい、何のことだよ。エミリーに手を出すなって言ってんだ。エミリー？俺とエミリーはもう関係ないだろう。あんな女のこと忘れちゃえ。お前も幸せになんねえよ。まあ、たく。一体どうしたんだよ。悪い、カッとなって疲れてんだ。そうか、でも次はないからな。最低だな、本当に。もう信じらんない。気持ち悪いんだけど。まさかおめえもな。飲み込むつもり？エミリー、私が来たからって見え見えすぎるんだけど。あんたのものに興味ある人なんかいないわよ。あれね、今なんか言った？ああ、残念。色仕掛けに夢中で聞こえなかった？自分が振られたからって超感じ悪い。ああ、大勢の中の一人になれたってことね。おめでとう。よかったね。ハイスクールクイーンに何言っても無駄よ。なだめてみよう。エミリー、よせ。あんたは黙ってて。
マヌケ男は引っ込んでな。ちょっとあんた。うん、マットをいじめていいのは自分だけ。あんただけのおもちゃってこと。あんたほんと最低。あっそう、あんたが何考えようとどうでもいい。少なくとも私は学年トップ。あんたはせいぜい体でも張って仕事探せば。私には美貌っていう味方がついてるから成績なんて関係ないし。やめてよ。そんなお尻じゃ腐ったパンも買えないんじゃないの。本気で言ってる？それで侮辱してるつもり？あの女ラリっちゃってるんじゃない？うん、エミリーやめろ。もういいだろう、こんな意味のない喧嘩。そうよエミリー、元彼のことでなんで私に喧嘩売ってくるわけ。やめろ。俺たち喧嘩するために来たわけじゃないだろう、こんなはずじゃな。10分も仲良くできないようなら一旦頭を冷やした方がいいかもな。マイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。なあ、わかった。なあ、行くか。あの女がいないならどこでも。その道を上がったところだ。やれやれだな。ああ、じゃあジョシュ、あ、火でもつけるか。あれ、バッグは？え、バッグよ、ほらピンクの柄の小さなバッグ、ロデオで買ったやつ。マット、え、聞いてる？やだ、ちょっと覚えてないの？私がヒール買った靴屋さんの隣にあった店よ。あなたレジの子に見とれて棚を倒しちゃったでしょ。あれは、あの子がスタジャンのことを聞いてくるもんだから。ああ、彼女はあなたのダッサいジャケットに見とれてたってわけね。俺のジャケット嫌いなの？マット、私のバッグ。おいエミリー、どうせ家に置いてきたんだろ。私がバッグを忘れると思う？いや、どうなの？あ、いや、あなたがケーブルカーの駅に置いてきたのよ。行こうよね、すぐだから。その後は温めてあげるわ。よし、わかった、行こう。うーん、私はお風呂入ってくる。お、追放か。やり放題じゃん。望むところだ。寒い。このコテージってどんだけ遠いとこにあるわけ？そのコテージだけど、見たことがないくらいロマンチックで超居心地のいいところって話だぜ。その薄ら笑いやめろよ。気持ち悪いよ。運が向いてきた気がするんだよな。うまくいったら私がご褒美あげちゃおうかな。役者さん方、お届け物です。役者？観客になるぜ。あ、最低。さっきは追い出しちゃって悪かったな。気にすんな、お前ら二人ならいろいろ楽しめそうだしね。うんうん。あんたはあいつら庶民と。ああお、忘れてた、足元が見えるように発電機を動かしとけよ。かなり暗いからな。ああ、わかった。ジョシュってば、私に気があるんじゃない？そう、せっかくだから誘う。え、いいの？はあ、ダメだ。うん、移動。発電機がどうのとか言ってたな。写真撮る？いいじゃん、撮ろうぜ。よし、記念写真よお。難しいなこれ。これでいいのか。あれ、動くんじゃねえよ。はい、チーズ。見てよこれ完璧。私たち最高にキュート。いいじゃん。完璧だった？カメラマンやってくれれば応募用の写真撮らせてあげちゃうかも。ほら、コテージでね。やった。了解。ちょっと寒すぎるんだけど。そんな時は俺に任せて。何を任せるわけ？まあ、いくつかアイディアがあるんだ。ほう。
まあ大体下ネタだろうな。私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーって本当バカだよね。私たちについてきてクマに食べられちゃったらラッキーって感じ。お。エミリーは君を毛嫌いしてる。へえ、そうなの？すんごいジェラシーだ。いい君。おめえも最低だよ。よ、カラッカラに乾ききってるな。発電機があるって言ってなかったっけ？言ってたね。あれ？こっちか。どっちから来たかも忘れちゃうよ。そのムカつく発電機を動かす努力してみたら？お。じゃあ俺も真似して発電機を怒鳴りつければ動くかもな。ストレート？ストレートパンチが。謎のピエロからストレートパンチが。よし、さてと、よいしょ。ほ、どうだ、やるじゃん俺。ほ、動いた。わお、まるで魔法ね。おお、あー、また拾っちゃった。逃げろー。はい、じゃあ行きましょう。というとこでポン。はい、今回はここまで。ではまたお会いしましょう。つよぽんさんでした。ピロロ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 。